ました。2番の市田は3番手に上がって5番の早坂は結局6番手の位置です。さあ残り600の鐘、7番生田がペースを落とす。5番の早坂前を見ている。さあ打掌から一気のトルネードダッシュ、5番の早坂が一気に仕掛けていく。4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周。さあ5番の早坂が一気に前に飛び出した。2番手は1番の伏見、3番手9番高木少し離れかけんだがなんとか追いついた。4番手は7番の天田、その後ろには3番の稲村続いています。8番豊川内をすくって5番手の内側、2番の市田は後方、7番手少し苦しい体勢。さあ早坂先頭、2番手は1番の伏見、3番手9番高木で4コーナーから直線。早坂先頭、追ってくる伏見、外からは高木、1番の伏見が抜け出した。ゴールイン。2着5番の早坂、3着9番の高木です。